久保さん、今回は8000回以上の悔しい思いにしましょうか。これはね、一郎選手がね、4000本安打を、日米通算4000本安打を記録した時に、えー、記者会見で言った言葉でちょっと読み上げましょうか。こういう時に思うのは別にいい結果を生んできたことを誇れる自分ではない。誇れることがあるとするならば、誇れることがあるとするならば、4000のヒットを打つのに、 僕の数字で言うと、8000回以上は悔しい思いをしてきてるんですよね。それと、常に自分なりに向き合ってきたことの事実はあるので、事実はあるので、誇れるとしたらそこじゃないかと思いますね、と。はい、どうでしょうか。<laughs> ね、<laughs> 4000を生み出すのに8000、もう倍以上の悔しい思いをしてきてると。まあ、これがもう事実。だこの事実とどう向き合うかですよね。 多くの人は事実から逃げたい。事実を否定したい。なんですけど、結果を出すためには事実を、うんどう,うん解釈するかなんですよね。だから要は失敗に対してもどう解釈するかなんですよ。失敗という事実は変わらなかったとして、まあ、会社が倒産したとかね、売上が上がらないっていうとかね、まあ、アクセスが来ないという事実に対してどう自分と向き合えるのか。 だからこれを自分と向き合えずにね。じゃあその、うん、トレーナーが悪いとかね。あの、今のチームが悪い。まあ野球だったらね。チームが悪いとかね。環境が悪いとかね。まあ野球っていろんなチームがいて、まあそこで人間関係もあるでしょう。で、一郎選手が例えば、まあその、海外に行ってもいろんな球団でこう野球してたと思うんですけど、チームが悪いみたいなね。<laughs> このチームの環境が悪いって多分言ってたら、 多分このヒットはね生み出せてなないいと思いますなんだこれ日本語喋れるやついねえじゃねえかみたいなね <laughs> そう, <laughs> う俺みたいに日本語喋れよみたいなねだからその,そのねコミュニケーションできないんですよとはねわか,かんないですけどまあまあまあなんかこのイチロー選手の自分なりに向き合ってきたことの事実、うん、これがすごく大事かなと思いますねうん から多くの人は、まあ結果が出ない理由を、ん、そこに対して自分と向き合っていないっていうところがあるんじゃないかなと思います。で、最近その音声対談とってた、あの、6万長者合宿でもちょっとお話し,しましたけど、俊英君って24歳の子がいて、その子が最後言ったのが凡事徹底みたいな言葉を言ったんですけど、その対談の中でね、まあその自分とすげえ、まあ毎日向き合ってますみたいなこと言ってて、すごいねみたいな話をしてたんですけど。 やっぱね、みんなな、流されて生きてるし、惰性で生きてるし、あの、向き合うってないのかなっていう。で、その向き合うっていうのも、例えば時間が忙しいから向き合えないんですとか、何かしらの理由をつけたりとかすると思うんですけど、うん、5分でも10分でも、じゃあ、じゃあ1分自分と向き合いましたかと。今日の自分は誇何か挑戦したのかとか、今日の自分は何かその、チャレンジしたのかとか、なんか1分はあると思うんですよ。 じゃあそれ向き合いましたっていう。俺は今日、限界までやったなとか、やれてなかったなとか、じゃあ明日はどうしようとか。1分あればできると思うんですよね。それやってますっていう。例えば、ポイントサイトの話出てましたけど、ああ、今回クレジット案件全部探したけどないなと。じゃあこれどうしよう。じゃあ他の案件ないかなっていうところで他の案件を探しに行ったのか行ってないのか。自分の行動と向き合ったのか、自分の考え方と向き合ったのか。 多分、久保さんが他と違う結果をね、ポイントサイトでもね、自己アフリートでも結果を出したのは、もっとないかなって、ただこれだけなんですよ。もっとあるんじゃないかなっていう。え、これだけじゃないですか、久保さん。それは、今の事実、今の結果だけ、例えばクレジット案件だけだと、まあ、アッパーがあるぞという事実に対して、もっとないかなって、ただ突き詰めただけですよね。単純に <laughs>。それ以外あります。だけど、 なんだ、クレジットカードじゃないと単価高い、いや、クレジットカード以外の、うんなんか安いな、みたいな。これじゃ稼げねえな。まあ大体みんなそんな感じですよね, <laughs> ね。いや、久保さんはもっとなんかあるはずだと。あ、でも、これ単価少ないけど、いっぱいやったらどうなんだとかね。とりあえず突き詰めただけだと思うんですよね <laughs>。 まあいろいろと申し上げましたけど、結果を出したいんだったら、自分の行動だったり、自分の考え方に向き合って、えー、どう改善していくのか、突き詰めていくのかが全てかなと。えー、一歩踏み出すっていうことですよね。うん。もしくは、まあ愚直に、まあ同じことをしっかりやっていくとかね。まあそういうなんか、やっぱね、当たり前のことなんですよね。本当に。なんか、やっぱでも当たり前のことがみんなできないので、逆に言うと当たり前がのことができる人は、 逆に、すごいのかなっていうところですよね。うん。はい。当たり前のことでいいんですよ。でも、やることは。まあ、当たり前じゃないですか。例えばなんか、会社で給料上げたいと思うじゃないですか。じゃあ、資格取ろうとかあるじゃないですか。当たり前じゃないですか。なんか <laughs>、なんかそれって特別なことなのかなって話で。じゃあ、それをセルフバックとか自己アフレートで言うならば、 じゃあ、もっと、じゃあ、取りたいと。そこでもっと収益上げたいとなったら、じゃあ他のな,いかなっの探すのは当たり前じゃないですか。うん。<laughs> うん。はい。当たり前に、当たり前のように、当たり前のこと当たり前のようにやっていきましょう。結果はある程度出ます。特にポイントサイトなんかは、本当に当たり前のことやれば結果出ますから。当たり前のことって何ですか突き詰めていくってことです。物事の。物事を突き詰める。 会社もあ、仕事もそうじゃないですか。仕事も突き詰めてない人と突き詰めた人、多分仕事の結果は絶対違うはずです。絶対です。言い切ります。コンビニのバイトでもそうです。ただ言われたことをね、ただ言われたことをね、ただやってる。A さん。じゃあ B さんはね、店長ちょっとあの、陳列方法の、この、あのー、これ5分短縮できる方法をちょっと編み出したんですよ、と。 これちょっとバイトの人にこうシェアしようと思うんですけど、どうすかみたいな。つけ、その陳列方法をね、突き詰めた結果、今のマニュアルよりね、5分短縮できるみたいなね。10分短縮できるみたいな。店長に言うじゃないですか。なんかすげえバイト現れたな、みたいな。お、頼むわ、と。<laughs> ね。時給上がる可能性はありません <laughs> ね。そう。はい。いってらっしゃい。